母が亡くなる一週間前の話です。僕は結婚して子供、妻を連れて帰郷し、病院に母の看病に行っていました。その頃すでに母は、食べ物を食べては吐き、一日に口にできるものは、スプーン一杯のアイスクリームだけでした。夜7時、夕食が運ばれてきました。母はそれに気づかず、辛そうに眠っていました。そして午後8時になって、食器を片付ける音が聞こえてきたので、僕は母をそっと起こし、少しでもいいから食べて寝るよう勧めました。母は、ゆっくり起き上がると、茶碗を手に持って、目をずっとつむって、お粥をかき込み始めました。僕が、そんなに急いで食べたら、また吐いちゃうから、ゆっくり食べて、と言うと、母は僕にこう言いました。だって、早く食べて、栄一を家に帰してやらなきゃ。家で待ってる美恵子や、孫がかわいそうだ。それを聞いて、僕は頭が真っ白になりました。病室では泣けず、母を寝かせて病院の駐車場の車の中で、声を上げて泣きました。母は最後まで、そういう母でした。